はい、どうも佐々木です。今回の動画はですね、僕が実際に目撃したちょっと怖い話ということで、まあ季節外れではあるんですけれどもね、まあ見ていただければと思います。はい、まあ怖い話といえばですね、ここ最近コロナウイルスのことで、まあすごいニュースがね、いっぱいいっぱい流れておりますね。で、まあ週末はね、もう不要な外出はちょっと本当にやめてっていうふうに、小池都知事もですね、東京で言ったら小池都知事も、声かけをしてくれたり、他の県もですね、やっぱそれになって、ちょっと遊びに行くのはやめとこうぜっていうね、そういう流れになってると思います。まあうちの治療院もそれに習ってじゃないですけど、まあ吸引させてもらっておりまして、この週末ね。はい、やっぱり来られる方は高齢者の方なので、やっぱりその辺も気になるし、まあ、大事をとってですね、もう今回自宅療養という形で、はい、もうお家にいてくださいということで、まあ、うちの治療院自体をもうストップしたわけです。なので、まあ僕もですね、せっかくご予約いただいてたんですが、まあ、ちょっと患者さんなしにして、まあ、家でなんやかんやしてたりね、そんな感じだったんですけれども、まあどうしてもちょっと出なきゃいけないみたいな感じになって、まあ、出かけてしまった時間もあるんですね。はい、そう、まあね、赤やないかって言われそうな気がしますけど、まあ出てたんですよ。で、まあ道歩いてたらですね、まあ意外とじゃないですけど、なんかなんやかんや人はおるんですね。やっぱり歩いてるんですよ。まあスーツ姿の人もいたり、やっぱりこうこんなタイミングでもやっぱり仕事忙しいとかね、どうしても抜けられない、やむを得ないことあるんだよなと思って、まあそんな感じで歩いてたんですけどね、まあ同じ方向をこう、同じ方向かまっすぐ歩いてた時に、まあちょっと先、はい、同じ方向いて同じ方向にはこう歩いてる、まあ、おっちゃんがおったんですよ。まあ後ろ姿であれなんですけど、まあ、40代から50代ぐらいのおっちゃんで、手のひらにね、こうスマホ乗せてなんかこう操作しながらキョロキョロしてると、あ、どうしたんかなぐらいにしか思ってなかったんですけど、まあそんな状態なんで、おっちゃんはゆっくり歩いてるわけです。で、僕はまあ、それなりに早く歩いてるんで、だんだんこう近づいていくわけですね。したら近づくにつれね、ちょっとおかしいなと、はい、なんか道に迷ってるとかそんなんじゃないなっていうふうに思ったんですね。まずそれがね、スマホなんですけど2台持ってたんですよ。こう手のひらにね、こう2台こう並べておいて、で交互になんか操作してると、でキョロキョロしてると、なんやろなっていうふうに思ってね、まあこう追い越しざまにね、そのちょっと見てしまったんですね、チラッと気になったんで。したらね、何やってたかというとですね、ポケモン GO をやっておりました。いや出かけんなよと、はい、まあ僕も出かけてるんですよ。僕も出かけてしまってるんで、人のことは言えないって話かもしれないですけど、いやでもね、それでもポケモン GO はないわって思ったんですね。どこまで空気が読めないのかなと、はい、まあ、僕もそんな空気読めるタイプじゃないけどね、これだけは言えるなと、ゲームのために外は出ないと思いました。まあ、なんかね、そんなになんかレアのポケモンがおったんか、文字通り命がけでそのポケモン捕まえに行ったんでしょうけど、まあなんかね、知らんけどね、そんな状態だったんですよ。まあおそらくそのおっちゃん、まあ喋ってないですよ、僕そのおっちゃんと。やけど、その知らんかったわけじゃないと思うんですよ。僕普段そんなにテレビ見る方じゃないので、まあどっちかというと疎い方なのかもしれんけど、それでもね、コロナのことは知ってます。はい、で今のこの週末は出るなっていう、そんなことも知ってます。だからそのおっちゃんもおそらくね、コロナウイルスの存在自体を知らんかったわけじゃないはずなんですよね。おそらくですけど、そのおっちゃんは頭の中で、俺はきっと大丈夫ってどっかで思ってんのかなっていう、そんな感じがしました。いや、まあまあ警戒すぎてなんかこうねっていうのもまたちょっと違うのかな、どうなんやろって思いますけどね。なんか大丈夫ってそれ何を思ってそうなのかなっていうような感じですよね。まあそんなおっちゃんがね、まあ多分他にもいるんでしょうよ。はい、だからまあやっぱコロナもこうやって増えてったりするのかなっていうふうに、なんかこうね、考えながら歩いてしまってたんですね。はい、まあ多分そのおっちゃんはですね、まあコロナに感染、まあ、するとは言えないですけど、まあもし運良くしなかったとしてもですね、まあそういうなんか、まあ一家的なことを続けてたら、なんか他の、なんか悪いこととか起きてしまいそうな気がするなっていうふうに思ったんですね。まあそれこそ認知症もそうかなと。まあ、あなたがね、こう目の前にいるお父さんお母さんも、まあ過去のね、なんかこういろいろこうやってきたことのなんかこう積み重ねというか、その集大成みたいなものだというふうにこう僕もやっぱり聞くので、はい。まあそんなね、まあ症状が出ているお父さんお母さんのね、こういうこと、例えばね、なんでしょう、まあこれぐらいいいじゃないのみたいなね、多分フレーズってあると思うんですよ。それはね、そういうのをこう今まで積み重ねてきたから今があるっていうふうにね、そのあなた自身もこう感じてですね、まあちょっと厳しく接するとか、まあ、なんかそんなのも必要なんかなと、はい、まあいいか、まあいいかで、あなたは今までここまで来たんでしょうっていうふうに思いながら、なんか接していただけると。中にはね、こうちょっとぐらいお菓子とかね、ちょっとぐらいジュースとかね、なんかよう言うんですけど、まあね、まあ、ほんまにちょっとぐらいやったらいいんですけど、結局それでね、いっぱい飲んでるじゃないかとかなるぐらいやったらね、はい、ちょっとその辺ね、まあ、あなたも心を鬼にするじゃないですけれども、はい、そういう風な感じで接してもらえたらいいのかなというふうに思いました。
はい、まさかポケモン GO を通じてねこんなこと考えるなんてと思ったんですけど、まあ、一個ね参考にしてもらえればと思います。はい、まあ、僕も過去いろいろそういうのやってきましたからね、僕も気をつけていいかなといけないなとも思ったんで、はい、まあ、そんな動画にしました。はい、今日の内容は以上ですね。今回見ていただいてありがとうございました。まあ、チャンネル登録ね、いいねボタンとかね、出しておきますから、ぜひともよろしくお願いします。では、さよなら。